はい、おはようございます。吉谷さん、メッセージありがとうございます。いまだね、シャワーも浴びてない置き書きの格好で、髪バサバサで、顔のね、冴えてない状態なんですけども、今回1億円を稼ぐ方法みたいなね、動画をいただきました。私はね、7年前は売れない麻雀店の、本当にね、箸にも棒にもかからないような、誰だか分かってないようなね、人間でございました。皆さんの街の周りにも麻雀屋ってあると思うんですよ。もしくはね、麻雀屋すらあることが分からないぐらい、麻雀屋っていうのはね、超マイナーな存在なんですよね。そう、年々麻雀店って件数が減っていって、私がやってる時もすごくね、急減してる時だったんですよ。ものすごく店舗数が減ってる時だったんです。ですから麻雀を辞めた人が麻雀屋に転職できないみたいなね、同じ業界がないみたいな、そんな状態も起きてきて、現在ではね、全国のチェーン店の大手1社が、独占一強になってる状態です。そしてその一強になってる原因っていうのが、ネットを活用したプロの、対談というか、対局ですか、対戦を放送しているところにあるんですよね。プロの方が対戦している麻雀の姿を見せて、そこのプロの方がそのチェーン店の、講師だよとかね、専属プロだよって形でそのお店を紹介してるんですよね。対局によって紹介してるんですよ。で、その店舗っていうのも、そこに行ったらプロとできるんじゃないかとかね、そこに行ったらプロへの道が開けるんじゃないかってことで、ルートをね、引いてきたと思います。私みたいな個人店っていうのはプロになる道もないですし、そのための支援もないですしね。で、私のお店がどんだけバックアップしてもプロにはなれないんですよ。プロに、麻雀プロになろうと思ったら麻雀プロの推薦とかがいるみたいなんですよね。で、何回も何回もこの試合に通わなくちゃいけなかったりとか言って、こうお金も結構かかるんですよ。で、プロを目指す人が普通の麻雀店に入ったんじゃ、もうちょっとどうにもなんないような、そんなね、ところがあります。少なくともすでにプロがいる麻雀店に入らなければ引き上げてもらえないねっていうところがあるんで、なんか一部ね、吉本興業みたいなところがあるんじゃないかなと私は思ってますけどもね。じゃあプロが所属してない麻雀店に勤めたい人がいるかって言ったら、なかなかいないわけですよ。でもプロが所属していて、プロを目指す人が選ぶんだったら、そこになるわけですよね。要するに店舗に差ができてるわけなんですよ。だからそういう形で一強っていうのが生まれるんではないかなと思います。で、ここで私が何を言いたいかというと、そういうふうな麻雀店みたいな超マイナーな中で、私はチェーン店にも入ってません。単なる個人商店で、しかもボロボロでした。お客様はすごくね、いい方ばかりだったんですけども、まあなんせね、マネジメントしてるのが私ですから、大したって店にはならなかったんですよ。でもですね、そんなところからでも今ね、私がいるところまではやっていけるっていうことなんではないかなと思います。麻雀店勤務ってどういう状態かっていうと、毎日麻雀してますから、社会に触れてるわけでもないし、それから本当限られたね、スペースで本当30坪くらいのところでやってますんで、外のことって分かんないんですよ。雪が降っても雨が降っても地震が来ても店舗の中何も変わってないんで、毎日毎日同じです。頭を使うことってのは本当に麻雀でどう勝つかぐらいのもんでね、非常に、これはね、自分のいた場所を卑下するわけではないんですけども、なかなか突破口が見出せないね、八方塞がりのところっていうのは、正直なところかなと思うんですよね。でもそんな中でも、パソコンやったことがなくてもきちんとパソコンを始めて、アフィリエイトを始めて3年ぐらいで、家を買う資金ぐらいできてですね、それからさらに3年経つと、一気にね、2台の車を買ったりとかで、私その間に全国47都道府県も行ってますからねだからね、ほぼね、生産活動してないんですよ。で、消費ばっかりしてるんですよ。旅行に行って、新幹線取って、車で移動して、しかも車を買ってみたいな。宿泊費も本当にね、バカにならないぐらいですよ。ちょっとした年収を超えるぐらいの金額が、私はね、1年とかで払われてますし、私しかも2人連れで行ってますんで、奥さんの分も払うわけですよねダブルですよ、ダブル。で、何が言いたいかっていうと、繰り返しますけども、どっからでもなんとかなるってことなんじゃないかなと思うんですよ。で、私がなんとかなったのは、とりあえずすごい量をやったってことなんですよ。47都道府県、アンギャっていうのもありましたけども、これだって相当な量の旅行だと思いますよ。やっぱびっくりですよね。2週間に1回どっかに行ってるみたいな、中には10日間かけて7カ所ぐらいを連発で行ったみたいなところがあったりね、そういうのも何回もはめて行ったりとか、2泊3日で東京 2days ね、オフ会の人数が多すぎて2日に分けてオフ会やったとかね、そういうのが東京とか大阪でありましたし、他の地区でもやったんですけども、そのぐらい連発して一つのことやっていくと、もうそれはすでにですね、他の人がやったことがないことが積み上がってるってことなんですよ。で、47都道府県に、まだね、9都道府県残ってるんですけども、少なくともね、40都道府県ですね、前後を1年半の間に
行った人ってのはあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。そのあんまりいないんじゃないかなっていう経験を自分がしているっていうふうなことがワン&オンリーになるんではないかなと、自分にしかできないことになってくるんではないかなと思います、うん、でその旅の中でいろいろとね気づいたことの中の一つに、まあこの土地の人は舌が肥えてるからっていうふうにどこの土地に行っても言うんですよね。だからどこの料理も美味しいってことなんですよ、うん、だから、うん、うどんだろうがお蕎麦だろうが焼肉だろうがお魚だろうがどこもすごくね知恵を使って素晴らしいものがありますんで、それこそね都道府県に差はないんではないかな、上下はないんじゃないかなと思っちゃいますね。まあ行く先行く先ね、その瞬間その日その時に感じたものが最高だと私は思いますんで、今いるところが一番いいなと、住めば都だなっていうふうに落ち着くんですけどね。さあこれから皆さんに発信することは、1億の稼ぎ方っていうテーマで動画をね再生していただいた方もあると思いますんで、1億はねやっぱり誰でも稼げると思うんですけども、ただ1億を稼ぐ前に1000万とか1000万を稼ぐ前に100万っていうのを目指していただきたいと、で100万を目指す前に10万っていうのを目指していただきたいなと思います。どうですかね、10万が稼げるんだったらそれをやっぱりね1000回繰り返すだけなんですよ。だからね難しいと思えることでも分解していくと簡単なことに因数分解できるんじゃないかなっていうのが今日の動画のねお伝えしたいことなんですよ。どんなことでも小さなきっかけから、どんな大きなことでも小さな一歩から始まるということなんですよね。だからこそ量の上にテクニックやノウハウが乗っかってくるだけで、テクニックやノウハウをたくさん集めてもね、自分の行動が最低基準に達していなければそれはゼロなんですよ。ゼロなんですよ。もう持っててマイナスですよね。テクニックやノウハウを仕入れてしまった段階でそれがお荷物になります。なぜならテクニックやノウハウを買ってしまうと、そのテクニックやノウハウに頼ってしまうところが出てくるんですよ。でも私はテクニックやノウハウがないんですから、量をやるしかないってところになりました。で量をやって自分のやったことの中からこれがいわゆるノウハウなんじゃないかなっていうふうに導き出していったんですよね。でそうすると自分にしか通用しない常識が生まれてきました。だから強いと思うんですよ。で私がビジネスをしていることを有料としていることをなんとなくねもうねネガティブになってきたのは、自分のノウハウ、自分にしか通用しないノウハウを人に売ることによって自分にしか通用しないわけですから、他の人では扱えないノウハウなんですよ。だそれを売っていいのかなと思ってるんですよね。なんかの参考程度にお知らせするのは全然やばさかではないんですけども、それを知らせるのに金をくれないと教えないよっていうのはちょっとね私としてはまあアコギと言いますかね、できないかなっていうところにたどり着きました。さあそれでは今回の動画のちょっとネタ提供ですね。今私はねカードを使ってるんですよ。この P1 カードポケットカードっていうのは、このカードのねゴールドカードのいいところは利用金額の利用金額のですねなんか 1% が現金バックなんですよ。引き落としの際に、これの引き落としの際に 1% 貯まった分を相殺してくれるんですよね。だからポイントの換金忘れがないと言いますかね、何で決済しても 1% 引きなんで、まあちっちゃいかもしれませんけどね、まあ楽ちんで取りっぱぐれがないのがいいところかなと思ってます。またカードの件につきましてはね、今ブラックカードを作ってるところもありますんで、また別動画でお届けしたいと思います。それでは失礼します。